ージガッキーが、ヴィンテージガッキーだけが OK だって。セガマーク3の立場どうしてくれんだよ。セガマーク3の立場どうしてくれんだ。このこれから俺の8ビットの俺の8ビットの生活どうしてくれんだ、バカ野郎。バカ野郎、我々は PSE 法に反対するぞ、反対するぞ、反対するぞ。出発します。後に続いてください。イエーイ。私は高円寺北口でリサイクルショップをやっております。しかしこんな変な法律ができたおかげで、潰れるじゃないか。どうするんだこの野郎。この上に乗ってる電化製品全部売っちゃいけなくなると、この様子わけわかんねえぞと。行こう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 。Electronics against PSE! 日本に家電買うなっていうのがこの野郎。ポンコツを捕まそろう。アメリカ PSE 止めて。さあ大げさな車が俺らをね威嚇しながら、ただ俺たちの任天堂スーパーマリオだけはものすごいいい音です。ダメ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 。今日は3月の21日火曜日、貧乏人が大反乱を起こすための放送を、松本です。よろしく。いや、なかなか盛り上がりましたね。なかなか盛り上がりましたね。なかなか、うん、事前にも結構盛り上がってるなっていう感はありましたけどね。ありましたけどね。おかげでなんかあれですよ、やっぱり NHK に出るとやっぱこの辺の、うん、D さんばあさんたちはみんな見てるから、北中通りに帰ってきた瞬間にみんなにいろんな人に言われましたよ。見たよ見たよって。近所のおばさんたちが、そうお客さんとかにも、なんか近所の息子がテレビ出たみたいな感じで、そうそうそう、でもやってんのに。だからやっぱりとりあえずの標的は経済産業省だと思うんですよね。そうだね、うん、奴らを叩いてねえ、エリフビ掴んで、うん、戻せよって言ったら戻るもんだから、いかに彼らの襟首を掴むかっていう。でそこまでどうやって持っていくかですよね。そう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 、わかったわかったって言わせるの、もっとでかいこう大衆の力をこうやつらに感じさせないと、これはね多分動かないから、これこのまま施行されたらフランスみたいなことになるぞっていうふうに思わさないと、やばいんです。フランスみたいになるぞ。フランスのほら今ほらすごいですね、学生のさ、とんでもないですね、あの雇用なんか、まあ、いくらでも首切りできるみたいな。そうそうそう、高円寺のリサイクルショップ素人の乱の松本はじめ店長を訴える。デモは3月にもう一度やりたいとしており、聞き前難しすぎて。おいおいおい、誰だよこんな勝手に。やる気満々だと俺は。ちょっと待って、そんなこと言ってないよ俺。やりたいんだけどな。もう一回やったら店潰れると思うんだよね。これをどうするかなんだ。悩むよな。悩むね。やってできないことはないです別に。デモぐらいはね、また普通に申請して準備してやってって、また、まあね、まあ大変だけどやればなんとかなるじゃないですか。手伝ってる人もいっぱいいるし。
大丈夫。いやただ疲労で死ぬんじゃなくて店が潰れて死ぬのはちょっとまずいから、ね、きついね、うん、もう1回ぐらいでもやりたいあ、もしもし、あのリサイクルショップの素人の乱と言いますけども、あ、お疲れ様です。あの PSC 問題の件なんですけども、あの先日ちょっとお電話したんですけど、日曜日にちょっとやるという件だったんですけど、あの共産党の塩川先生が来てくれるということになったんですよ。それで、あのなんかその共産党の先生が来てもらうっていうのもちょっとバランスが悪いかなと思ったので、もしその都合が悪ければメッセージだけでも、はい、ではすいません、よろしくお願いします。よしよしよし、店長デモで大忙しですよ。本当だよね、俺何屋なんだよ俺なんか全然リサイクルの仕事してないから来るなったっていう時に待ってチンって言ってるんですよね皆さんが使ってるドライヤーのドライヤーにも PSC パックがこりゃまずいなぁ。ピースマフィンバスありがとうございます。おっ、おぉPSE に反対です。 PSE に反対パンいいんじゃないこれ。どうぞ。そうだね。ああいいの。先生、やった。ありがとう。結構目白押しじゃない。うん。結構面白いかもね。うん、最初どうなることかと思って。うん、ゼロアイデアだ。うん。やったらどうにかなる。とりあえず議員が来るだけです。まずいな。新宿、近辺をご通行中の皆さん、ぜひ、これから、なかなか面白いことになると思いますので、ぜひ、ご参加ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうもどうも、すいません、わかりましたね。そうです。リサイクル業者はね、飯を食うなっつうのかっていうのでね、とんでもないこの飯食うな写真館、P だ SE だ町蔵でございますけども、町蔵写真館、これどなたでもご利用できますんで、あなた前の皆さん、無関心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 行動だ。でもね、素人が行動を起こして何か変わるかもしれないんだよ。でもなんかやっても変わんないじゃん。でもやりたいんすよみたいな話ですよね。皆さん、そろそろ始めたいと思います。しよかいやいや、塩川先生っていう先生がいてね、この先生もね、なかなか反対してくれてるんですよ。 PSE 法っていうその電気品をヘルステルっていうとんでもないことになるやつね。これをね、蹴散らそうっていうやつがなんと登場してしまったと。こんな国会議員いるんでしょうか。まあ、とりあえず塩川先生、ここでいいですか、ちょっとこう発言しますから。じゃあ、よろしくお願いします。どうも皆さん、こんにちは。衆議院議員の日本共産党の塩川哲也です。 PSE に中古家電を適用するのは間違いだった。この問題にきっぱりと決着をつけようじゃないですか。超エンジンから来ました、中卒のニートです。今日も新宿まで、母がパートで使っている定期でやってまいりました。それぐらい貧しい、そして中卒で額のない私でも、この PSE 法という法律、全くのこうなっても分かってんだよ。マジゾーになるこれだろ。ランドもパンク買ってやる。サイレンションパンク、ありがとうございます。パンク、パンク、パンク、パンI'm gonna go get my stuff.
戦と、なんとこの場でオークションが開かれる可能性が高いと。BSE マークがついてないもののオークション競り、これをやるかもしれない、これはとんでもない。ということで、そろそろ競りやりますか。競り、なんとな、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 なんと今日はこの特別に PSE のねシールがついてない、この夏に向けて涼しいこの扇風機がね、さあドン・キホーテの皆さん聞いたことありますか、扇風機が80円で買えるこの時代ね。さあ80円からじゃあ始めてみましょうね。80円スタート。あー、ないか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 な、使えない、いくら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 、いくら、トラメが使って、トラメが使って、楽しかったもん、いつになっても忘れない。ありがとうございました。ありません。残念ながらノーマネーでフィニッシュです。再び東京 PSE 法が施行されれば、俺の今まで支えてきたケータモたちが無価値の落品をされることになる。この電気も、このテレビも、この掃除機も、このレンジも許せねえ、絶対許せねえ。やるしかない、デモしかない、やるしかない。次、あー、いや、最初はとりあえずデモ、なんか騒ぎ起こしたいなっていうのが最初なんか祭りみたいなことないかなって言うんで、なんかちょっと騒ぎ起こそうみたいなことになって、え、何に文句言おうかなっていうのをちょっといろいろ考えたんですけど、なんかあの最初の案では、あのお母さんを大切にしようって言ったら、あまりにもちょっとそれでやったら怒られるんじゃないかと思って、とりあえずですね、その時誰か自転車なんか撤去されたかなんかでいつもひどい目に遭ってるっていうか、よし、じゃあそれをちょっと懲らしめようと、うん、いうことになって、それでも申請してやったとか、そんな感じですから始まりね、最初。また俺がね、政治の知識 0%、 与党と野党意味わかんないで、あの、とにかくね、あの思い出作りにデモがやってみたいっていう人生です。あの、もう散々嘘ばっかり言ってね。あの、仕事は何やってんだ、ニートですと。で、仲間はその政治団体のお前らどういう集まりだっけ、ゲーム仲間ですと。で、もうやめやめやめ、もう、そのめんどくさい、もう休日出勤めんどくさいけどやめって言われて、でも、でもやりたいっすよと。ダジャレ連発で、4人でやるっていうことで申請に行ったんですよ、デモに。で、その申請に行った時は、あの、警察の方は、んなわけないで、またいっぱい軍で決まってんだろうって、すごい怒ってて。でも、いや、でも本当に4人なんでとか言って、もう絶対もう10人も絶対来ないからって、嘘つけってずっとやり取りしてたんだけど、それでまあ一応、無理やりなんとか本当に4人なんでお願いしますってんでやって、で、警察はもうものすごい厳重な警備で来て、大量に来るんじゃないかってんで。でもまあ一応本当に4人、あ、で、4人で、1人寝坊したんで3人で。で、それでまあやったっていうのがその3人デモっていう理由っていうかですね。あれは理由なんだったっけ、何デモだったかな。あれはあの JR の駅のトイレットペーパーを無料化せよっていう。でも今どこも無料じゃねえかって無料じゃねえかって話してよって言って、でそれ駅売ってやってこいって言って、いや、そうじゃねえ、外で言いたい、やらしてくださいよ、でもやりたいっすよって言って IQ100 で、そしたらなぜか通って、
で、本当に歩いただけでしたね。主張もなく。マイクも使わず、無表化せよって言ったぐらいで、それ3回ぐらい言ったぐらいで、完全に俺ら、もう一人、3人が捕まったんじゃないかっていう目で街からは見られる。最初はその、一体いつになったらその、先導官は来るんだろう。先導車もちゃんと来るって言ってたから、で、いや、迷ってるんですよ、なんか言ってたんだよね、で、いや、まだ来てないんですよ、とか、車運転のやつが荷物全部積んでたから、旗もないんですよ、とか、こう、嘘ばっかりついて、いつ来るんだ、いつ来るんだ、とか、いろいろ、最初はしきりにこう、なんかこう、どんでん返しでやるんじゃないかっていう、作戦だと思ったらしいですけど、まあ、だんだんこう、呆れてきて、気づいたら、あとはもう本当に世間話になる。まあ、普段何やってるの？たまになんか怒ったからに、おい、お前ら、いい加減にしろみたいな感じで、そろそろ何か言った方がいいんじゃないかってさっき言って、言い出したりとかして、って感じでしたよ。街の景色を変えるのがやっぱ単純に面白い。で、それをなんか、自分の力でやったっていう感じの実感が地続きでできてればできてるほど面白くて、だから、別にこっちもなんか、反対したくてしてんじゃなくて、なんか反対って言うんだったら道路使っていいよって言うから、しょうがねえな。今度のデモ、何反対にしようかみたいな。そっから始まるぐらいだから、なんか、いいですよね。わかんないですけど。多分趣旨分かってない。趣旨が分かってない人がいる。なんで今日はこんなに人がいるんだっていう。ただ飲みに来たんでしょ。ただ飲みに来たんですけれども、みんなね。ただ酒を。めでたいことがあるから、きっとただで酒が飲めるんで、資格得るっていうね。その発想で来て。飲んでいいすか。で、その発想通りまた松本さんが全部ただでやっちゃうんだ。めでてえからっていう理由だけで。こういう男が商売をやってる高円寺っていう街にね、未来はないんですよ。今日はね、なんだかじゃないけど、なんか職場とかで、我々の店が占拠されてるんですよ、完璧に。なんかすごいことやってる、うん、でもね、結構貧乏人が大反乱を起こすっていうテーマで結構始まって、デモをやろうみたいなコーナーがあったじゃないですか。あれのおかげで結構デモ何回もやってますからね。本当にやってるから。あそこで出てた、アイディア。もう、決裂していったっていう。去年やった自転車を返してデモっていうとんでもないじゃん。あれはもうラジオから生まれた。あれはラジオから生まれた。これは革命が起こるでしょ、革命が間違いなく。まあ、このペースでいきましょう。このペースでいけば革命起こる。5年後に革命だと。東京コミューンがとりあえずそれぐらいできる。出来上がってるだろう。あと5年経つもらう。あと15年で日本が革命が起こる。そうそう、あ、そう。もう大ニュース大ニュース。8号店ができます。うそ、とりあえず家具コーナーにしようと思います。でそこでまあラジオができるのはそこをラジオができる。ちょっとわかんないね。家具コーナー兼ラジオ屋。家具コーナー兼ラジオ屋。ラジオ屋やろうよ。ふざけた商売してんなお前よ。悪かったなこれ。もうわけわかんない感じになってきたね。わけわかんないだって今日だってこれ何なんだよこれ。誰が誰だか知らない人がいっぱい。俺がプリントアップして先週。全然知らないやつばっかり。全然知らないやつ。みんなにコピーして。次から次へと人が。毎日のように変なやつが登場するもんね。面白くはなってきた、いやこれなかなかいけるでしょ。最初はだんだんさ集まってくるわけだったのに、だんだんなんかわけわかんないことやって、俺の知らない間に勝手になんかイベント行いたいとかさなるわけじゃん。このお店の中だけでも、ああいう面白さはあるよね。なんだかんだって混沌とした感じがもうさ最高に面白い。すごいね。寛大だな。寛大だよね。俺耐えられないですよ。耐えられないなんだ。部屋にも入れたくない。ね、部屋に一人入ったらイライラする。斜め上に。でもここと小笠原ビルの向かいと押さえたから、2号店が復活すればかなりもういける。祭りっていうか遊びっていうか、ショーパーティーが英語で愛してる。愛してる。私は盗む。私は愛してる。みんなでアルゼンチン。アル
ルゼンチンタンゴ踊りながらいいねスーパーマーケットに踊るって最高だよ。どっから撮るかとかさ、何を撮るかってそこが重要なんだよ。貧乏人の貧乏人の店から撮ったりとかしたらそれは犯罪だけど、犯罪だけど東急ハンズで撮って何が悪いって。素人もなんか万引きとかほとんどほぼ犯罪だから、でも新しいだからでもちょっとでもでも何でもいいからね考えた方がいいよね。みんな。あ、なんかヒカルさんの言ってたさ、まあちょっとえ、わかんない。ヒカルさんの言ってたなんか何でもいいデモみたいな。何でもいいデモ。ハードコア万歳みたいなことを書いて、ハードコア万歳。あと他の人はね、なんかね野菜をもっと食べようとか、みんなそれぞれなんか好きなことを、それやりたいんですよね。いや、それやりましょうよ。やりましょうやりましょう。デモのやり方教えてください。いやそれはもう。いやもうこのメンバー。これから。一発本だね。素人乱出版から。素人乱出版からも出るから。でもデモをやろうっていうデモをやりたいよ。デモをやろう。ああいいね。デモをやるぞデモをやるぞとかスプレーボールあげる。デモやるぞ。面白い。ただバカ。これで買い取り増えるかな少しは。うん、いいじゃん。なんと、ま、うん、間抜けなもんがいっぱい集まりそうだな、なんか。本当にもう今値段がつけようがないですよ。これがメイン、これが2000円ですもん、ね。いやそんなことないですよ。しょうもないよね。とりあえず引っ換え。はい。すみません。それいりますか。いやもう出てください。いや大丈夫ですよ別に。そんなにそんなに一個ぐらいだったら。もうなんか。じゃあいいっすね。大丈夫これ一個ぐらい買わないです。ドーナ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 小物を乗せて映ってたなあの鏡においらよく。なんか俺すごい悪いことしてるね。いやいやいやそんなことないですよ、助かりますよ。引っ越しなんですか。引っ越すんですか。それはいつも、うん、どんな結婚式。5月だ、来月だ、帝国ホテルだって。どうすんだよ。どうぞ。全国中小業者団体連絡会っていう、なんか中、なんか要するになんか零細企業のなんか社長がいっぱい集まるんですよ。業界のために頑張っていくということで乾杯。乾杯。ありがとうございました。高円寺で雑貨とかリサイクルとか、あと古着屋もその知り合いだったりとか、結構何店舗もあってやってるんで、高円寺来ることができて、北口の方のところありますので、呼んでみてください。ありがとうございます。はい。昭和11年の、近畿取締役法から、まあ、長々と出ました。よI'm sorry.
何さん、河合さん、河合さん、はい。安定大丈夫かな。ちょっと固定した方がいい。早山誠吾に出てこい。I think the monster is about to speak. I wonder why nobody don't like me. Or is it the fact that I'm ugly? There's only one person who can save these people now. Stepping out of the spaceship is Elf. お疲れ様です。俺嫌だって。いや嫌かなんて。嫌じゃあれ。お疲れっす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 。いやでも本当今日はありがとうございました。ああ、偽承知。ごめんなさい。お疲れ様。1300円だって言ってるよ。はい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 。ヤブさん飲まないと。飲むわ。ないないない。早く出せば。あ、すいません。すいません。すいませんです。ただしね、あんたたちの我が家連中がね、これ中鳥よね、下中鳥盛り上げてくれるから、助かる。ただし俺はうるさいよ。いや、下の国も俺うるさい。うるさいけどね、うるさいのをね、上手に使うのはお前らの役目なんだよ。わかる？これをそこに、これをここに、これ外しちゃう。あ、そう、これ外していいよ。大丈夫？松本です。はい。あ、握手してもらっていいですか。噂聞いてます。どうで、どうで、噂聞いてますか。現役副大生。そうです。わあ、素晴らしい。素晴らしいです。頑張ってください。5周年記念めでたい、うん、あれは楽しかったよ本当に。悪いやつらみんな這いつくばって逃げてたから一気に蹴飛ばしたりとかしてバーンで、その早稲田の奥島総長っていいじゃないですか。 あいつが、あいつをもういきなりこう乱入していきなり蹴飛ばしたりとか、みんなスプレーで書いたりとか、もうペンキ爆弾、ペンキ玉をバーンってぶちのめたりとか奥島やって、もう本当に這いつくばってもう正面ちびるぐらいで蹴って助けてくださいみたいな逃げてたんだで、それなのに裁判の時の奥島総長の調書を読むと、なんか私はこう何も、あの何もどうすることなく毅然とした対応で彼ら対応しました。何言ってるバケロスお前散々お前這いつくばって逃げてたろとか。僕はあの85年入学の人間なんで全くあれなんだけど、まあ噂は聞いてて、であの素晴らしいな、面白いなとはずっと思ってましたよね。もう素晴らしい革命家だと思いますよ。で心臓を処刑するぞ。
石原慎太郎も処刑するぞ。我々は恐ろしいぞ。我々はアルカイダだ。勝利するぞ、勝利するぞ。そこに合わねえな、いい激戦。似てるよね、そっくりだよね。どっちが先なの、松本さんと。一応多分作家デビューしたのはうちの、なんだろう、うちの父が本を書いたのは俺が生まれた後だから、うん、作家として名前つけたのはそうなんだろうけど、昔からその物書くの好きで夢みたいなの考えてたからさ、この辺ではあれなんじゃないのかな。俺が生まれる前もなんかこういうの考えてたんじゃないの。ただその辺は知らない、あんま詳しく聞いてないから。とりあえずは大丈夫です。なんか東京さんの方で全部持ってやってくれる。あと先代の人も結構来てくれてる。お父さん、この絵気に入ってたんですね。こんなとこに飾ってるということですよね。目指すとこに置いとくのは気に入ってるもんだから。これね、隅田川を描いたの。あ、本当、うん、でこの色が隅田川だからいいとか言ってたよ。他はどうかしないけど。不思議な絵だよね。こんなん覚えてる？うん、覚えてる、覚えて覚えてる。ああ、そう。この仕草が可愛いよね。子供ってね、可愛い。はじめくん特別だったもんね。もうね、もう うちらにとって特別でしたから、うん。もうこれでもう死んでしまって、あの世に行ってしまえば、まあ、多分今のこの世の中の何にも興味多分なくなっちゃうと思う。世の中の あの世のことで、ね、ところでね、いやこれ面白いよ、これ面白いよってまた付き合ってやってると思うんですよ。だからまあうちらのことはもうあんまり興味なくなっちゃうかもしれないですけど、うちらとしてはやっぱりもうこういう生き方っていうのはすごいなんかこう、なんですかね、自分としては勉強したつもりだったので、それでそういう生き方をもうしていけば本人にとってもすごい喜ぶというか、いいんじゃないかなということで、もう、まあ、自分も伸び伸びどんどん生きていくっていうのをどんどんこう強く生きていこうかなと思います。鍋です、ただの。いいじゃないですかね。そう、鍋食べましょう。鍋食べましょう。今ちょうど出来上がってるとこなのに。楽しいっすね。これ片付けて。こたつ？全部。こたつも全部？さ、無理だよそれ。せっかく高円寺から来たんだから。はい、もうおしまいです。はい、おしまいです。この方たち一緒ですか？いや、みんな個人でバラバラ。これじゃね。一瞬食べる。バラバラって、こんな感じじゃないの。不自由だな。はい、これも持って。はい。片付けて帰りましょう。分別分別。いいよ。後でゴミ箱に捨てるときにやんなさい。すごい話だね。社会人だったら常識を諦める常識を。社会人じゃないんですよ。これぐらいのことでね、ゴザゴザゴザ
言われるってのはどうぞわけわかんない。なめぐらいいらっしゃろこの野郎。しかし警察も暇ですね本当に。なぜやろうとしたわけで、この何人来てんだこの野郎。権力に負けるな。笑いますよね。頑張れ。もういいんじゃないですかね。いやいやいや、牡蠣食べたい。大丈夫？結構辛いです。食べましたか？大丈夫？サンマです。お正月の皆様、サンマが通ります。サンマを焼いております。うなつとサンマ、これはすごい。貧乏にはサンマを焼くしかないと。クリスマスじゃどころじゃないんだと。わあ、焼けてきたね。いい匂い。俺が許されるんだけど、いいね。ごめんなさい。それおとなしく食べるのさ。お前さん、お前さん、あの、ね、じゃあ片付けて、はい、お前さん、ちょっと、はい、ちょっと話しようよ、ね、お前さん、お前さん、はい、あのね、他、まあのところでもさ、じゃあちょっと皿も盛り付けてやるから、ほら持って帰んな、ね、あんた、ちょっとあんた同じことも繰り返しなよ。嘘つけ、下手じゃないよ、あんた。そんなのそんだろ。絶対そうだよ。制服着てないもん。そういえばワンショットつけてないよ。はい、警察官、あ、ちょっと待って。リサイクルショップ後ろの欄5号店店主松本はじめの登場であります。どうぞ。どうもね、貧乏人に対してね、とんでもないことばっかり起こってると。で、なんか知らないけど、こう仕事ではやたら給料が安い。で、街を歩けばやたらぼったくられると。俺これね、そこでなんか3枚やってたんですよ。で、ね、そしたらなんかね、いきなり警察がバーって歩いてきて、その後ろに変なね、ジジイとかババアとかいっぱいうろうろゾロゾロついてきて、なんだこいつらと思って。これは自治じゃないじゃないですか。全然警察を先頭に来て、その自分たちがね、住んでるところをね、警察っていうその国の手先みたいなやつらに結局そのなんかその任しちゃってるっていうね。こんなことがあっていいのかと、どっかで考えたんだ。今度その杉並区議選っていう面白いイベントがあると。これにもし立候補仮にするとすれば、絶対警察店出さないと。で、しかもそのデモとかでは絶対通っちゃいけないっていう駅前のロータリーとかね。そういうのをもう優先的に使っていいと。むしろ警察がどけどけって言ってどけしてもらうと。こんな素晴らしいことになるっていうのをちょっとね、小耳に挟んだもんだから、これはちょっとね、やんないといけないんじゃないかなと。なので皆さん、ぜひこれはご協力お願いします。選挙ではないかもしれない。選挙ではないかもしれない。選挙かもしれない。なんともいないけど、これはものすごいことやるんで、これは絶対に、期待しておいてもらいたいし、もうぜひとんでもないことを一緒にやっていきたいと思ってますんで、これはとりあえず一つよろしくお願いします。明日事前審査なんですよ、14日。うんうんうん。警察に車はこれでいいかって事前審査で。明日？そう。何時？だから、いや、明日だから。ここで油売ってる場合じゃないんじゃん。そう、油売ってる場合じゃないんで。え、車見せに行くの？そうそう。あれを？警察を。だからそれまでに明日までに作んなきゃいけない。
コレーション？デコレーション。今日やるの？デコレーション意味わかんないでしょ。今何時だと思う？組と。8時半だよもう。組とその。ちょっと今すぐミクシーでさ、こなんか告知してさ、スマホ来てみたいな。全員覚えられる。そうそうそう、した方がいいよ。革命大ちゃん、ルンちゃん、ジェレミー、キスケ。あー、コーラさん。あれ、選挙作戦だ。何やってるところ。これから車を作る。選挙かな。イエーイ。ポスター、立て札、および看板の類は、で、類については数の制限がない。あれ、できた。はい。はい。まっすぐ出て一回まっすぐ。はい、オッケー。おもろいわ。アホだね。文化祭実行委員になってきた。文化祭っぽいよね。一生文化祭みたいな。おお、すごい。理解。すげえ。だまみろってやつ。これいい。これいいよ。もう、うを言わさないような雰囲気でこっち先に作れば多分大丈夫。だ最悪ダメって言われたら注意して、ここの部分高さがオーバーしてるから減らせとか。新米草三丁目46小木久保ね。小木久保戦艦にちょっと小林さん電話したじゃん、うん、だから規制を張る行為ちょっと言ってたよ。なんて？規制張るのダメなんですよって。そう言ってた。透明の頃にしようと思うんですけど、大丈夫ですかって。いや、透明別に困らないですよ、うん、ただその規制を張る行為がダメっていうのがあるから、それに引っかかんないで大丈夫ですって言ったら、うん、どういうことですかねって。要するに極端に目立つこととか、なんか音とかも言ってた、うん、極端にうるさい音とか。極端にうるさいよ、うん、極端にうるさいよ、極端にうるさいよ、極端に目立つしね、極端に目立つ、うん、あとすごい、要するに、まあこれは違うんだけど、電飾だとかこうもうチカチカするさ、光とか、まあ、極端に目立って極端にうるさいことを、うん、もういきなりうるさいって言われる前に、うんうん、もうそうだね。だからでもこれは曖昧なものなんですけどねみたいなこと言ってたから、うん、線引きは難しいみたいなこと言ってたから。でも線引きが曖昧の次元を多分超えるでしょ、ね、一気に一気にあのサウンドシステムがバーンとこから出た瞬間にこれは極端にうるさいとなるよね、うん、まあ一発目ガツンとんでもないの食らわしとけば向こうもね、まあ、警察なり一般市民なりも、まあ、まあ、いきなりこんなもんかと。いきなりひっくり返るだろうね、うん、いきなりこいつらこういうことやるのかみたいな。これは何？いいね。なんだこりゃ。来た。無事パスしたの？え、パスしました。おめでとう。これからまた改良を加えなきゃいけないから。あ、番号決まりました。48。はい。憎たらしいことにさ、あの48番とか18番がさ、高いところにあるんだよ。めっちゃ高いところにあるんだよ。あれだから、俺ゲンチャリを踏み台にしてペンって当たる。俺もチャリとかこのチャリを踏み台にして、ズリップさんあったのに。ていうかさ、斜めっちゃうんだよね。申し訳ないけど、ちょっと斜めちゃったの、ごめん。フルレジ上が。その後ほとんど CD で使わないと思う。ああ、なるほど。船乗れれば完璧だよね。貧乏に暴れるしかないと言ってるでしょ、これ。そうちゃんと事務所っぽい。もう誰もないんだよ。まともとですよ。Good luck。とんでもないですよこれ。とんでもないよ。You need a little sash。あれやんないとね。
よしじゃあ頑張りますか。頑張りましょう。後で暴れるよ。皆さんこんにちは、今度ですね杉並区議会議員選挙というのがありまして、それに無謀にも立候補してしまいました松本はじめと言います。よろしくお願いします。これがやりたくて仕方がなくて、もうどうしようもないから選挙に出てみたっていうね。でこの感じっつうのは、ひょっとしたら誰かに迷惑ね、さっきから言うあの通行の妨げになってるかもしれないっていう。じゃあ俺なりの方法でちょっと解決しましょうってことで、ちょっと今から俺この辺ダイブするんで、ちょっとみんな集まってみてください。これでね通行が妨げられるんだったら、要するにてめえらで作る時期っていうのはそういうことでしょ。わかんねえけど俺ダイブするから、ちょっともっと全然不安全然不安全然不安、行くよ行くよ、もっと集まって、いやいやいや行くぜ行くぜ、いや yoldan ben geçtim, kader etti yoksa ben mi seçtim, meçhizirdi dünya keşfettim, baktı geldi bahsettiğim her şey, her şey yoluna koymak mı her şey, şeyi belli olmayan her bir şeyin bir bedeli vardır affeynim, icraatlerimin hepsi bu istimal edilip bittiler, edilip bittiler, kokkeli zonk zonk zonk, konudaki arada devu bekliyorum, kokkeli zonk zonk zonk, konudaki arada devu bekliyorum, kokkeli zonk zonk zonk, konudaki arada devu bekliyorum, bilav seyir. ついに始まったぞ。俺たち貧乏人がね、ちょっとね、ちょっと恐ろしいことをするっていうのをね、いよいよ、これからの1週間でぶちかましていきたいと思います。我々はね、もうやろうとしてるのは当選するためにやってるっていうのじゃなくて、もうこういう祭りをやりたいんですよ。でこれをやって、あとはどうなるかって言ったら、もうあと煮るなり焼くなり好きにしてくれと。どっちでもいいよそんなもんって、やれっつんだったらやるよ議員ぐらいそんなものっていう。それぐらいの感じでやってますので、これから1週間とんでもない祭りやります。よろしくお願いします。杉並区議松本候補の松本はじめの街頭演説でした。よろしくお願いします。高円寺近辺をうろついていらっしゃる皆さん、杉並区議会議員選挙に、思わず立候補してしまった松本はじめです。昨日は南口行きたくて大変お騒がせをいたしました。何も懲りていません。これから1週間、騒ぎをし続けて、革命を起こしていきたいと思っております。しけてるしけてるしけ、最初からしけてるから今日寒さが増す。もっと体を温めるようなことを言えるやついないのかということです。白玉のポイントはあ
固めに作ってください。あの生地の生地を固めに作ってもらい、それをあの茹で時間は浮き上がってきたら終わりじゃない、浮き上がってきたら5分茹でる、5分茹でる、これがもう大事。大事。東洋さんのお料理教室でした。どうもフリーターです。後ろめたくてしょうがないんだよね、今の世の中フリーターやってるとさ。なんかさ、1週間とりあえず選挙期間中あって、1週間の選挙期間があって、もう友達が出るっていうから手伝いたいんだけどさ、会社の仕事先にさ1週間休ませてくださいっていうのが重たくてしょうがないわけで、そんな世の中やっぱおかしいと思うんだよ。なんでかっていうと、やりたいことが仕事以外にある場合にきっちり休ませてくれる、まあ休ませてもらえたんだけど結果的には、ただなんでそれが普通のテンションで言えないかとかね。出演者の番号の中に珍しいあの人って言う。あーこっちがいる。よくバシャップのところでさ、この辺まで屋根あるでしょ、マックの窓がこうガラス張りになって、ここでもビタッと横付けしちゃえばいい。思ったより結構スペースもあるから、そっちまで人が溢れるでしょ。マクドナルドのバックにケンタッキーを向けて、マックのバックに、俺バック相当いいね。晴れたらどこだよ。まあ、あの南口のとこがいいんじゃない。京都。あ、いや、一番最初に初日の南口、初日の南口。あそこね、だって今日だって他の候補者やってたもん、同じ場所。ありなんだよ、あれ。うちらが暴れすぎて、とりあえずイチャモンつけてみただけだよね、あれ絶対。わかんないけど、あの規制を張る行為だからダメだって。何を張る行為で？規制を張る。規制、あここは JR のどっち？そうです。ですから、これちょっと、ボトルを組んで、来てもらったり、なるほど。よろしくお願いします。ちょっと今考えるところなんで、ちょうど。はい、皆さんどうも。早速、警察からの、文句が来まして、さらにまた JR の人からも、うるさいと、ということで、ちょっと作戦を練りますが、警察の人が言うには、なんかこれは規制を張る行為だからダメだとよくわかんないこと言ってますけども、まあね、どうしましょうね。
明日昼回る？ん？明日昼回る？昼？あ、なんか街頭演説じゃなくてさ、車でやろうか。票取り行こうよ、票取りに。票取り行こうよ、明日。うん、ちょっと真面目にちょっと回ってみようよ。うん、やってみようか。うん、なかなかまともなこと言ってます、言ってる若者がいるなって感じじゃない？そうだよ。そうだよ、うん、文化自治リサイトじゃなくて、ねえ。そうだね。若さで杉並を変えますと。起こしてるんですが、勢い余ってあの新宿まで来てしまいました。すいません、街をね、もっとね、楽しくする、毎日祭りやってるようなね、楽しい街にしようかと僕らまして立候補してます。ということで、選挙期間中も祭りしなきゃいけないんじゃないかということでやっております。皆さん、ご注目ください。よろしくお願いします。時給350円でも生きていける、こういう世の中がなんかあるんですよ、これが。またで、うちの商店街でやってるとですね、ただ例えばうちはリサイクルショップだから物、いくらでも倉庫にあります。お金を使わなくてもいい生活、こんなね、極端な話ね、こんなことまでもできる。今まさに工事電車の撤去カーが来まして、刻一刻とね、自転車撤去の作業が進められようとしておりますが、いやー、できればやめてもらいたい。俺の自転車持ってかないでほしい。これは切実に思います。ね、汚職汚職ね、東京都のこの間石原受かっちゃったよ。まあまあ言っても分かんないからよ。あなたラップやって一生懸命やってるから入れようかと思って。本当？
とりあえず動いて考えようみたいな感じだから、俺はそういう方がすごいやりやすいし、それじゃないと多分続かないと思う。素人のランとか来ても本当幅が広いじゃないですか。人のなんていうの、いろんな人が本当に来てるなっていう。そういうのを本当にいろんな人たちと一緒になんかイベントなりなんなりをこうやって作ってるっていうのは本当にすごいことだ。もう生活圏を俺たちの手に奪い返すとかね、そういう運動でもあると思う、うん、生活だったんですよね、うん、それはね思った、うん、なんかまあ土日にそのなんかに反対するために毎週末反対って言いに行くだけのいくら繰り返しても何にもなんないと思うんですよ。フリーターの人は運動したくても貧乏だし暇もないし休みもないから運動もできないっていう状態じゃないですか。文句も言えないんだよね、文句言った瞬間に出してるからね。本当だよ、でも生きていくために運動しなくちゃいけないわけじゃないですか。そうだから生きていくためのどうやって標高とか今まで向こうから用意されている生活以外の方法をとりあえず作り、こっちで作り出してどん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 作り出していく方がいいと思う。で実際なんか反対行動をやるっていうよりも、そういうなんていうかな、まあ、こっちからどんどん新しい生き方みたいなのをどんどん作っていくしかないと。杉並でこういう生活圏を含めたところでの土壌があって、これ まだ全然ダメだけどこれからどんどん作っていってさ、そのもう貧乏人役立たずとかさ、もうわけのわかんないやつらがいっぱいうろうろして力を蓄えて、それでも新宿に攻め上るじゃないかってさ、いざもう悪いやつも倒すぞという時はもう西の方から来るんですよ、どんどんまず高尾のあたりからね、こう手の手が上がり始めて新宿に登るぞとか、なんかこう八王子とかね、こういろいろこうなんかなんだその国分寺だとかさ、こういろいろこう少しずつ増えてってさ、で高円寺でまたこう先行ってさ、でもとんでもないもう何十万人になって新宿に行けるじゃん。いいですね。でそれは小田急線沿線もそういうのがこうブワーッと登ってくるとかさ、なんかもう西武新宿線とか西武池袋線とか、そういう地味なとこからもさ、野方軍団とかいろいろいたりとかして、そんなやつらがどんどんなんかこうコミュニティ作って、それでこうやってね。ね、いいように街ってのは放射状になってるから、本当にこう街を奪い返すんだっていうところで動き始めた時に、そういう流れができるようなそういう流れを作りたいよね。だからいろんなところに変なやつがいて、いろんなところに仲間がいるっていうかさ。じゃあうるさい人が出てきました。うるさい人が、さあ
暇人どもが集まって何やるかっつったら、もちろん分かってる、テレフォンショッキング。今選挙出るんです。縛りやってんの。おい、おいこれ貼っといて。当選してもいいかな？いいと思う。イエーイ。日本のプロ野球50年遅れてますよ。とにかく世界のねプロ野球20年遅れてますよ。宇宙のプロ野球5年遅れてますよ。素人のプロ野球1年進んでますよ。イエーイ、イエーイ。杉並をとんでもない杉並、
うぞうむぞうがうろうろする大バカ者の国並みにしようじゃないかということで、俺たちが世の中の天下を取るんだと。もうね、こんなね、いいんだよ、毎日毎日冗談じゃない、毎日働けられるとバカ野郎って。なんかね、そこにうさんくさい連中いっぱいいたけども、あんなやつらね、牛耳なきゃダメだと。ということで、暴れたいと思います。毎日待ってねえだろうから。もうね、このね、この祭りをね、やってね、いちいち文句つけてくるやつばっかり世の中。何が悪いんだ、何も悪くないじゃないかと。いうことをね、よく知らしめてやろうと。高円寺にいるうぞうむぞう、貧乏人、大バカ者、役立たず、フリーター、ニート、いっぱいいます。そういう連中の力を、底力を見せてやろうじゃないかと。どうだ、邪魔なめろ、この野郎、おっちゃん。ということでやっていきたいと思います。時間であとね、5分ぐらい、めちゃくちゃ騒げます。めちゃくちゃ踊りましょう、騒ぎましょう。暴れたー、革命後の世界を先に作るぞ。奴らにも思い知らせたと思うんだよ、そのわとんでもないね、秩序を守ろうとしてる奴ら。もうね、この電車乗っててね、高円寺だけでこんなわけわかんなくなってんの。どうだ、参ったか、この野郎と。貧乏人と役立つのね、恐ろしさを知らしめてやったの。あとはね、お前もうやるしかないんだ、暴れるしかないんだ、暴れるしかないんだと。よろしくお願いします。賞金奪還闘争勝利に対して万歳三勝をしたいと思います。松本はじめ候補勝利万歳万歳万歳。ありがとうございます。杉並高円寺から火の手が上がったと。さらにさらなるこう火の手の拡大をね、もうあとやるしかないと。ということで、とりあえず大勝利ということで乾杯。乾杯。だってさ、俺の店の前帰るときにさ、みんな今日は楽しんだね。これはね、選挙の言葉じゃないよ。今日だけだから。
から今日だけだ。どんどん行こう、どんどん行こう。明日から金取るよ。うちは高いよ、うちは高いよ、本当に。いやドイツもこいつもさ、すぐ寝るんだよ。いや最悪。もうマジ本当だからね。俺びっくりしたから。でもめちゃめちゃ楽しかった。あれじゃないよね。ライフマイチチェンマイチリピートパーフリフトマーホイコーロビスケタマリタイチャンマイチキューチョンツ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 。みんなで作り上げる感じでやっぱりシステム、そんなの関係ないぜ。世の中のシステム吹っ飛ばす。ために高円寺駅前でみんなで騒いで一週間楽しくしやるしょうがない。物事収集もうつかない。そんな感じで不合の衆集まって俺たちションペンかますぐらいのようにはっちゃけてる。みんなはっちゃけてるかい。ワンツー、ワンツー、言うこと聞くようなやつらじゃないぞ。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 おたまじゃくしで街を埋め尽くし、おたまさのりで道をはめ外し、踊り場用事は放り出し、通りは怒り出し、通りに言いつけろありえない景色。クラミシス高円寺言うこと聞くようなやつらじゃないぞ。言うこと聞くようなやつらじゃないぞ。言うこと聞くようなやつらじゃないぞ。それを振りほどく引っ張り上げる倒された仲間。やっぱりポリスは札人殺し、実力行使超鋼鉄行使。解放じゃいるけど路上解放、わかっちゃいるけど路上解放、わかっちゃいるけど路上解放、わかっちゃいるけど路上解放。Esclavizó a los negros aquí, quien con la mentira raza quiere destruir y con sus armas atacar a su majestad. Te digo ya, quémalo,
chiste, sí. Con sus armas y violencia pretende triunfar. Lamento yo decirle, no lo van a lograr. Porque el tiempo es vida y la vida es de ya. Te digo ya, ya Rastafari en ti puede construir una vida mejor. Mira a tu alrededor, mucha contaminación, no se puede respirar. Con mucha enfermedad de mucha gente morirá. Te digo, mira cuánto tiempo tenemos que esperar. Pa' que se manifieste la justicia de ya. Pa' que se manifieste la justicia de ya. Ya, 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 ey.来た。これでしょ、素人のランの絵って。アマチュアライオット。